今日もですね、YouTube の視聴者様にご質問いただいております。板のですね、ソールが焼けてもですね、こう液体ワックスを塗れば大丈夫ですかってご質問いただいておりますので、こちらについて教えてください。はい、じゃあお願いします。お願いします。それこそその焼けてる板 とか結構な範囲が焼けてるとまだらになってるっていうのは、どちらかというとそのもう液体の方がいいんじゃないかなと思う時もあるんですよね。ただ、はい、液体ワックスがどんだけ定着してるかっていうと本当に 3,4 本ぐらいは滑れるけどそれが取れてしまうと思うんですよね。うんうんうん、だから何回も現場で塗ってブラッシングしてあげる、コルクで伸ばして軽くブラッシングしてあげるっていうのはいるのかもしれませんよね。ちょっと面倒くさいですけど、はいはい、焼けてしまった以上はもうやっぱりその染み込むことがないので、はい、なので早く取れてしまうっていう、で早く取れてしまったところがブレーキングになるっていうところですよね、はい、だからもう現場でも塗るしかないですよねっていう、と私は思います。あとそれとエクストルードとかの板の場合は、はい、まあ、どちらにしてもポリバケツとは言わないですけど、はい、そういうのに近いんで、はい、ワックスも早く取れてしまうんですけど、ホットワックス入れようと液体ワックスを入れようと、はい、液体パラフィンを入れようとは、あまり定着しないんですよね、でもそれでも滑走面自体が滑ろうとしてくれているので、エクストルードの場合は、はい、なのでそういう意味ではちょっと違う意味で加工の仕方は、でもどちらにしてもそのホットワックスをエクストルードに入れるということよりも、液体ワックスか液体パラフィンの方が、効率は上がるんじゃないかなとは思うんですけどね。これも僕の勝手な、意見なんですけど、ホットワックス入れても本当に流れるだけなんで、こうやって、ね、エクストルードは、で熱にもそんな強くないですし、やっぱり溶けやすいというか、ストラクチャー入れたのが取れちゃったりとかする場合もアイロンによっては出てくるので、はい、そのアイロンのかけ方によっては、はい、はい、だからちょっと似てる部分があるとしたら、その染み込まないという部分は両方とも同じような感じなので、エクストルードの場合も、液体とか液体パラフィンみたいなものの方がいいんじゃないかな、でも現地でもある程度その塗っていかなくちゃいけないというのはあると思うんですね。もちろん取れたとしてもエクストルードは滑ると、で今言ったそのどちらかというと焼けてしまったケロイドの場合は、その滑るところと滑らないところの差が出てくるので、はい、焼けてるところはやっぱりワックスが取れやすいのと、はい、そこがブレーキングになるということなので、向こうで行ってまたもう一回ワックス処理をしてあげる、液体系のものを入れてあげるっていうのはやった方がいいのかなというふうに思います。昼からも滑られる場合はっていう特にと思います。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあお願いします。ホットワックスで失敗しないため、板がより走るためのワックス、クーがおすすめです。ただいま全国送料無料キャンペーンを実施中です。詳しくは YouTube の説明欄をご覧ください。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら、 YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますので、よろしくお願いします。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンアップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。スキー・スノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へ、サーモバッグのキャンペーンを行っています。柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。